はいどうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、というわけで本日は5月11日の木曜日なので、いよいよ明日ね皆さんお待ちかねの最強ブリガロンレイドがスタートするということで、今回も恒例の技予想と対策ポケモンね考えてきましたので、そちらを今から発表していきたいというふうに思います。で今回も技のレパートリーね多くて結構こう悩んだんですけども、まあ一つでもね多く技予想が的中したら嬉しいなと思ってます。ってことで早速ね今回のブリガロンがどんな技を出してくるのかという技予想をねまず発表していきたいと思います。はい、それがこちら。まあとりあえずね技以外のステータスを軽く紹介しますと、まず今回の最強ブリガロンは岩テラスタイプということで、まあ今回もね結構弱点が多いという感じになっております。でレベルが100で最強の証持ちですね。で今回の最強ブリガロンは夢特性防弾となってます。でこれ防弾がどういう特性かと言いますと、はい、こちらですね。この防弾という特性は弾爆弾系の技が一切効かないといった特性になってまして、でつまりどういう技かと言いますと、こちら書いてある通りアイスボール、アシッドボムの他にもウェザーボール、エナジーボールとかね、あとシャドーボールとかも効かないということで、まあボムとかボールとかつくタイプはもう一切効かなくなると、無効化されるという特性になってますので、まあ代表的な例で言うとハラバリーのアシッドボムがね使えなくなってしまうということで、まあ結構ねそれ特防2段階下げれる優秀な技なんで、ちょっと効かなくなるっていうのは痛いんですけども、まあこれ以外もねハラバリー以外にも全然対策ポケモンいるので、まあこれはね心配しなくていいと思います。そしたら次はですね技構成を予想してきたので、こちら一緒に見ていきたいと思います。で今回ねこれ見ていただいたら分かる通り全部ね物理技になってます。っていうのも今回のブリガロンは攻撃の種族値の方が高いということで、今回ね物理特化で来るんじゃないかと思ってます。でまずは岩テラスタイプということで岩技を絶対搭載してくるであろうということで、一つ目の技はストーンエッジですね、または岩なだれにしてます。一応このストーンエッジは命中が80なんですけども、威力がね100とめちゃめちゃ高くなってます。でその上急所に当たりやすいということで急所ランクプラス1なんですよね。なのでこれがねやっぱ岩タイプ技で一番使ってくる可能性が高いんじゃないかなと思います。でまたは岩なだれなんですけども、こっちの方は威力がね結構75と低いので、まあちょっと可能性としては低くなるかなと思います。まあ、ですけども 30% の確率でこっちをひるませてくるという効果もあるので、まあなきにしもあらずという感じなんですけども、まあ、どちらかといえばストーンエッジの方が使ってきやすいんじゃないかなというふうに思います。で2つ目はこちらウッドハンマーですね。こちらですね、まあブリガロンが草タイプということもあって、まあ草タイプ技一つ何か搭載してくるんじゃなかろうかということで、このねウッドハンマーにしてます。でこちらですね命中が100でしかも威力が120ということで、まあこれ結構恐ろしいですよね。でちなみに相手に与えたダメージの 33% ね反動で跳ね返ってくるというデメリットもあるんですけども、まあ最強レイドなんでちょっとね相手 33% 食らったとしてもあんまり痛くないかなってことで、まあウッドハンマー結構使ってくる可能性かなり高いんじゃないかなと思います。で3つ目はですねこちらブリガロンは草タイプ以外にも格闘タイプもあるので、まあ格闘技ね一つは搭載してくるであろうということで、今回ボディープレスまたはインファイトとしてるんですけども、まあ、このブリガロンはですね攻撃よりも防御の種族値の方が高いということで、まあ、今回このボディープレス結構やってくる可能性高いんかなと思ってます。でどんな技かと言いますと防御と防御ランク
を攻撃の数値にしてダメージ計算される技ということって、これさらにですね、この一番下のサブ技ビルドアップ、これと組み合わせてさらにボディープレスの威力を上げてくるんじゃないかなと僕個人的には予想してます。まあ、ビルドアップはね、攻撃と防御を同時に上げてくるという技なんで、これとボディープレス結構こうね、組み合わせの相性がいいんじゃないかということで、やられたら嫌やなと思いますね。でまたはインファイトということで、まあ、インファイトはね結構強いですよね。ただ相手の防御が下がったり特防も下がるのって、やってくる可能性としてはボディープレスの方が若干高いかなというふうには思ってます。まあ、その他にもね、ローキックとか蹴手りとか格闘タイプの技いろいろあるんで、ちょっとねこちら予想が若干しづらいかなというふうに思います。で4つ目の技ですけども、こちらは結構レパートリー多すぎてもう分からなくてね、とりあえず当てずっぽうでアイアンヘッドにしてるんですけども、まあアイアンヘッドもねやってくる可能性は十分高いと思うんですけども、これ以外にもね、思念の頭突きとかシャドウクロウ、ドラゴンクロウ、神砕く、もうめちゃくちゃ物理技ね覚えるレパートリー多いんですよね、このブリガロンは。なのでまあちょっと4つ目の技はどの技で来るかっていうのはもう予想がつかないので、ちょっといろいろね警戒しておいた方がいいと思います。はい、というわけでこんな感じで技予想を考えてきたんですけども、今からですねこの技に対抗できる対策ポケモンの方をね紹介していきたいと思います。はい、それがこちらの4体になります。まあ、今回ね結構岩テラスタイプということって予想しやすかったと思います。はい、では見ていきましょう。まず1つ目、1体目はコライドンですね。テラスタイプは格闘で、持ち物はメトロノームとなっておりまして、で技構成がこちらドレインパンチを主体で攻めていくと。まあ、今回は岩テラスタイプということで格闘技が弱点なんでね、まあ考えやすかった。このドレインパンチを主体で攻めていくと、まあ間違いなく勝てると思います。でバフで剣の舞ですね。でデバフとして嫌な音で相手の防御を下げていくといった感じで、まあこれでねもう十分勝てるんじゃないかなと思います。でアクセルブレイクは一応入れておくといった感じですけども、まあドレインパンチで大丈夫かなと思います。はい、で努力値もう見るまでもないと思うんですけども、 HP と攻撃に全部振っておいてからの、まあ、今回は防御に振っておくといいんかなと思います。あまりはね。で特性はヒーローの鼓動ですね。まあ、これは固定です。はい、で2体目は鉄のカイナですね。こちら1体目のコライドンがスカーレット限定ということで、こちら用意できない人はバイオレットの人はね、この鉄のカイナ用意していただけたらもう楽勝だと思います。でテラスタイプはまあ電気でも格闘でもどっちでもいいと思うんですけども、持ち物はメトロノームということで、で技構成がこちらドレインパンチと、あと剣の舞と、あとねこれ腹太鼓、この腹太鼓があると1ターンで攻撃力を最大まで上げれるというメリットがあるんですけども、その代わりね体力が半分まで目減りするというデメリットがあるんで、まあ、これちょっとリスキーだなと思うんですけども、ワンチャンね今回耐えれるかもしれないんで、腹太鼓でやってからドレインパンチといった感じで、まあ倒せると思います。でインファイトは一応入れてるんですけども、まあ使うことはあんまないかなというふうに思ってます。ただ鉄のカイナはね、このコライドンみたいに嫌な音デバフができないということって、まあ、これはちょっとね弱みではあるんですけども、まあデバフするまでもないかなと、しないうちに倒せると思うんですよね。うん、で、攻撃と特防に今回ね努力値振ってるんですけども、まあ、ブリガロンレイド対策だけでいくともう防御に振っちゃって全然いいと思います。で特性はクォークチャージということなんですけども、まあ今回この特性使うことはないかなというふうに思います。はい、2体目の鉄のカイナはこんな感じですね。で3体目はミライドンですね。まあこれはですねパラボラチャージを主体で攻めていくんですけども、まあ弱点ではないけども金属音でねデバフで相手の特防をめちゃめちゃ下げてパラボラチャージを行うことによって
結構ねいい感じに倒せるんじゃないかなと思います。でさらに今回ブリガロンは防御の種族値が高いということって、まあ、こちらですね特攻でね特殊攻撃で攻めていけば結構倒しやすいんじゃなかろうかというふうに思ってます。で努力値が特攻と HP に振ってから、まあ、今回はね防御に余りを振ればいいと思います。はいこんな感じですね。で4体目がこの夜猿ですね。まあこの子はもう使うまでもないんじゃないかなと思うんですけどね、出番はないと思います。で一応まあ紹介しておきますと、テラスタイプは格闘で持ち物メトロノームですね。もう今回4体全員メトロノームということで、まあ全然これで勝てると思います。でまあドレインパンチですね、もう当たり前のようにドレインパンチ物理で攻めていくと。でビルドアップでまあ、あのバフでね攻撃力を上げていくといった感じになってます。で努力値はこんな感じ、 HP と攻撃に振ってから、まあ、防御という感じで、まあでもね先ほど言った通りこの夜猿使う場面がないかなと、ちょっと活躍する場がないと思います。っていうのもコライドンと鉄の回なんでね、もう全然勝てていけると思うので、まあ今回はね出る幕ないかなというふうに思ってます。はい、まあ、こんな感じになってますね。はいというわけでこんな感じで以上ね対策ポケモンを紹介してきましたけども、まあ、今回ね結構考えやすかったんじゃないかなと思います。岩テラスタイプなんで予想しやすかったんじゃないかなと思います。まあ、特にまあコライドンでね、まあ、倒せるんじゃないかなと思うんですけども、もしですね防御相手の防御種族値が高すぎてちょっとドレインパンチでも倒しにくいなと、まあないと思うんですけども、万が一そういう場合があった場合はまあミライドンかなという感じで、まあこのパラボラチャージ特殊攻撃で攻めていけばまあまあ十分勝てるんじゃなかろうかというふうに思います。まあもしですねこのコライドンとかミライドン鉄のカイナ以外にもっといい攻略ポケモンがあればね、また明日検証して動画で上げていきたいと思います。ソロで安定してね勝てる方法があればまた改めてね攻略動画として上げたいと思いますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録まだしていない方はしていただいて、新しい動画すぐチェックできるようにしていただけたらなと思います。で、よければね今回のこの動画ね高評価していただけると嬉しいと思います。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。またね、有益な情報があればどんどん発信していきたいと思います。で、今後もね、最強レイドポケモンね、どんどん出てくると思うんで、もうその度にね、この恒例の技予想と対策ポケモンの動画ね、撮っていきますので、ぜひね、応援していただけたら嬉しいと思います。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.